山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も北海道は札幌にあります STB ラジオからお届けさせていただきます。さて、埼玉県大宮にある NAC5FM NAC5 と北海道にある STB ラジオ、この2局は生放送でお届けしてますんで、8月8日ということで、各局さんは約1週間近く遅れるんで、まあいわゆる俺たちが言えば、まあ盆明けぐらいの放送になると思いますが、なぜな8日の日曜日ですから、東京オリンピック、まあ無事閉会式今行われている最中でありますけどね、まあ開会式の時にも思いましたけどね、まあやっぱりその日本らしさ、いわゆる東京らしさ、うん、要はね、ごちゃごちゃしてなあ、その選手の皆さんをねお迎えして、また今度はお疲れ様でしたという形で閉会式やるんだけど、そしたらその東京が持ってる、まあ日本が持ってるだな、いわゆるわびさびの世界、これはもう他国にありませんから。例えばお茶の世界だとかな、これはもう他の国にはありませんから、やっぱりわびさびの効いたなんか開会式であったり閉会式であってもらいたいな。ただ花火バンバン打ち上げてなあ、いろんな連中が出てきてガヤガヤやる、それはちょっと違うと思うんだよな。逆になあ、確かに平和の祭典、世界中から選手が集まってきてなあ、4年に一度、まあ今回5年にかかったけどな、そこでやっぱり東京として見せたいのはやっぱりわびさびだろう。日本人のそのまあ常識、道徳、観念なあ、自然に対するなあ、そういう思いとかな、あと肝心なのは間だよ、間。これはね、あ、次のパリでもそうだろうけど、リオやロンドン、北京でもできなかった間の作り方、これは絶対日本人が得意にしたはずなんだよな。それが生かされてないっていうのがね、非常に残念だなっていうね気持ちがしますが、まあ俺は基本的にオリンピックはね中止した方がいいんじゃないですかっていうタイプでしたからね。けどやるんだったらちゃんとまあ世界にね、ああ日本はよくやってくれたなって思われるようなオリンピックにしたいなとも思ってましたしね、まあそうなったんではないかな。まあ大きな事故なあ、そういうこともなくですね、ここまでやってこれたんじゃないかなと思いますね。何せコロナというね、これ人類がなあ、初めて敵対するなあ、ウイルスですからね、そんな中行われたオリンピックなんですから、やっぱりあれだな、日本でやって東京でやって、よかった。これがもし違う国の都市ならできなかったかもしれないと思われるようなね、まあオリンピックにはなったんではないかなと思いますね。まあこのオリンピックの閉会式なあ挟んで、これ絶対我々が忘れてはいけない8月6日、8月9日、広島
長崎に原爆が投下された日であります。まあそんな中、オリンピック騒ぎでわーわーやってましたけど、やっぱり戦争被爆国、唯一の被爆国としてね、やっぱり日本は、まあこれオリンピックですからね、スポーツの祭典でね、核兵器がどうのこうのって、まあ馴染まないといえば馴染まないのかも知れないですけど、しかしもし、まあそうだな、総理とか、組織委員会、な、IOC、JOC、もっと、原水爆についてですね、核兵器について、語ってくれる場面があってくれたら、世界各国にね、だってお前、もう76年前か?そうやって考えたらさ、世界中の人だって、広島長崎に原爆が投下されて、どんな悲惨な、なあ、惨状であったか、っていうことをね、もちろん、俺お前昭和30年生まれだから、なあ、体験してるわけではないし、日本人でさえ忘れがちなっていうか体験してないから、まして世界の人たちにね、核兵器が何をもたらすかっていうところをね、しっかり訴える場面も欲しかったなぁと思うし、また広島長崎お住みの方々はね、どうだ、ここまで我々は復興したんだ、あんなひどい状態から我々ここまで平和な街を作り出すことができたんだ、まあ、ある意味、誇りに思っていただいて、いいんじゃないかなと思いますし、北海道に生まれ住んだ、俺でさえ、コンサートや、いろんな形で、広島、長崎、伺うことがありますが、へえ、昭和20年、この町に、原爆が投下されたんだ。なのに、今やみんな、目を輝かせながらな、広島の人間である、また長崎の人間である、っていうことを誇りにね、頑張ってるんだから、もちろん、スポーツと、政治、また戦争、別々に語るべきことなんだろうと思いますけど、けど根っこにあるのは一つなんだと思います。互いが互い、なあ、お互い、国同士が、人同士が、敬意を払って付き合ってさえいれば戦争もないだろうし、オリンピックも開けるだろうし、主義主張の違う国であってもいろんな形で付き合っていくことができるんじゃないかなと思います。まして核兵器を武器に、周りの国々に迷惑かけながら、自分の国を
アピールするような国は本当に許せないし、逆に鼻で笑ってあげたいぐらいの、もうそういう世界中の雰囲気になってもらいたいですね。我々は戦後生まれですから、戦争というものがどれほど残忍で悲惨なものか直接肌では感じてません。また戦争へ行った父さん母さん、この世代は子供に戦争のことを語ってくれませんでした。まあうちも父さん母さん死んじゃったけど、戦争中どうだったのって聞いてもはっきりと答えてはくれなかったもんな。多分今ラジオ聞いてる皆さん、あなたのお父さんお母さん、ましてや戦地で亡くなられたその遺族だという方もたくさんいらっしゃると思います。まあそんな中、我々はオリンピックで本当に一喜一憂してますけど、根底にある互いにな尊敬し合う、敬意を払う、その気持ちを忘れずにいたいなと思ってます。唯一の被爆国である日本だからこそ、世界にまあ問題提起、なあまあ一般的に核禁止条約に日本は締結してないんですけど、これはもうなあ政府は口にしてはいませんけど、いわゆる周りにいくつもの核兵器を持った国がいて、日本はひょっとしたらなあ本当に有事の場合核兵器で、やられるんじゃないか、そのためには対抗できるのはアメリカのまあ核兵器であろう、アメリカの傘の中で平和を維持していくしかない、そのために核兵器禁止条約にサインができない、これが今の日本の状態であって、そら誰が総理であってもあれだろう、うかちにサインはできないだろう。いや、そらすることが一番だと思いますよ。することが一番だけど、もし本当に核で脅かれた時に、アメリカが全く日本に興味がなくですね、まあ我々あれですよね、竹槍で戦うようなもんで、そのためにアメリカにですね、高い駐留費を払ってですね、米軍にいていただいてる状態ですからね、これももし他国が、他の国がですよ、日本に対してどうしてもこれ敬意を払わなくてはいけない、いやー日本だけは攻めるのはやめよう、たとえどんなことがあってもなあ第三次世界大戦になったとしても日本だけは巻き込まないにしよう、俺は前から言ってんだけど、医療国家にしましょうな、日本国中ね、医療の最先端をなあ
がんであろうが、脳一血であろうが、まあ、いろんな病気に対して、最先端の技術を、力を持ち、まあ、手術力も、ああ、全部手術で、また薬で、お直しすることができます。となったときに、ヨーロッパ、中国、ロシア、アメリカ、アフリカ、南米、各国、世界大戦状態になったとしても、おい、日本だけは、攻めるのやめような。もし俺たちお前、戦争で怪我人出たら、日本に救ってもらうしかないからな。またこんな状況の中で、他のどこにも、手術をやってくれるとこないだろ。日本しかないよな。俺は、そういう意味では、医療国家、目指したいな。そのためには、まず、まあ、日本がですね、自給自足。なあ、今、もう 40% 台を切るぐらいな、自給自足率ですけど、やっぱり 100% 以上。だから、第一次産業って大切なんだって。特に北海道、ここしばらく、雨が降ってなくてよ。農家の人大変なんだけどさ。けど、あれじゃないか？あ、明日、明後日ぐらいから、雨降ってくれるんじゃないかなと思うな。これよ。水をよ、叩けいな。バケツで何倍、巻こうがよ。一雨降ってくれればな。その、数百倍。本当に自然というのは、なかなか味方にしづらいものなのかもしれないけど、その自然と向き合って、やっぱり暮らしていくのが、日本だし。まあ特に北海道は、先住民族である、アイヌ民族。自然と共に、なあ、すべてが神様だ。そういう思いでね。だから日本人の、まあそれ原始宗教的な形になるけどな。太陽を崇めるとかさ。俺はそういう、部分も出してよかったと思うんだよな。まあ富士山は、ちょっと表したけどさ、富士だけではなくな、川も、海も、やっぱりわびさびの世界ですよ。さて、これはメールいただきまして、埼玉は、桶川の、信子、元木、先日、40周年記念武道館コンサートの DVD を見ていて大事なことを思い出しました。今年の8月8日は、千春さんがコンサートデビューして45周年になる記念すべき日だと、何としてもお祝いの気持ちを届けたくメールしました。おめでとうございます。信子、元木、悪いねえ。気ついてくれたか。そうなんだよ。昭和52年、1977年、8月8日、私が、今は亡き、北海道厚生年金会館で、デビューコンサートを45年前に、やった、日です。その日の一曲目、松山千春、君のために作った歌。
何気なく口ずさむ歌だけど、せめて君には褒めてもらいたい。心を込めて歌うから、もう一度歌うから。こんなに君のこと好きなのに恥ずかしくて口に出せない僕さ、だからこの歌歌うんだ、君のため作った歌。いつまでも君がそばにいて、いつまでもこの愛が続くように、心を込めて歌うから、もう一度歌うから。こんなに君のこと好きなのに恥ずかしくて口に出せない僕さ、君のため作った歌、君のため作った歌。千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑研と広商の提供でお送りします。皆さん、今日は野菜どれくらい摂りましたか？健康の基本は栄養バランスの良い食生活にあります。しかし忙しい毎日の中で栄養をバランスよく摂るのはとても難しいもの。朝日緑研の緑光青汁はそんな現代人の食生活をサポートする栄養バランスに優れた青汁です。主原料の大麦若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。この栄養豊富な大麦若葉の力をもっと引き出したい。そこで日本の伝統食、発酵食品の働きをヒントに開発したのが食物繊維、乳酸菌、オリゴ糖のゴールデンバランスです。どこにも真似できない緑光青汁だけのこだわりです。詳しくはウェブで003-003.jp。 広商の明太子作りは港から始まります。北海道で水揚げされたスケトウダラの原卵から厳しい選別を繰り返し、商品になるのはおよそ1割。希少な国産原卵にこだわり続けるのは、お届けしたい美味しさが素材の質にかかっているから。口に入れた時の豊かな風味、しっかりとした粒立ち、北海道産の卵しか使わない、それは私たちの揺るぎないこだわりです。博多からし明太子広商、ご注文はウェブで。マテマチャのオンザレディオ。しかしオリンピックなあ、開催が1年遅れたことによって、まあうまく世代交代が
行かなかった。そんな中、なあ、本当なら、やめようかなと思ってた選手が、まあ、出る。なあ、逆に、いやあ、今やったら俺たちの方がって思ってる若い選手もいた。まあ、ソフトの上野由紀子、まあ先週も話したけど、俺はいろんな由紀子を知ってるけど、あんな強い由紀子はいないな。柔道もすごい頑張ってくれたな。うん、やっぱり見どころは、まあ、安倍詩と、ひふみ。うん、この、うん、まあ、兄弟。兄と妹。金メダルだからな。これは兄ちゃん相当、プレッシャーあったと思うと、妹金なのにさ、またクラス的に厳しい、クラスだからな。ひふみんとこはな。だいたいその、日本の代表を、なあ、あ、このクラスだけだろ？代表決定、なあ、オリンピック候補者を決めるね。安倍ひふみと、うん、丸山か。二人がやってな、勝った方がオリンピック選手、みたいなな。そんな中が勝ち上がって、だからな。素晴らしかったな。あと、女子の、何キロ級か忘れたけど、浜田？寝技師だぞ、お前。俺もさ、今までいろんな寝技にかかったことあるけどさ、一回、浜田と、寝技にかかってみて、みたいな。もうどんな体勢からでも寝技へ入るんだからな。これはまた格別だったわな。あとは、レスリングの、うん、可愛い姉妹。やっぱり兄弟姉妹、やっぱプレッシャーになるよな。それなのに、まあ、金メダルをしっかり取ってくる。すごいわな。ん時に姉ちゃんは階級を落としてか。なあ。あとは体操だな。やっぱり橋本大輝は、ちょっと、やっぱり日本のエースだなっていうね、風格さえ感じるし、パリ、まあ、今回の団体のメンバーは、本当にパリ、そのまま、持ってっても、なあ、おかしくない。怪我さえ、なければね。あ、トールはね、嬉しかったのはね、空手の型。急な、量。最高でしたね。俺は、そう、オリンピック始まる前から、彼の存在知ってて、まあ沖縄で、空手をやられて、また琉球空手の方もやられててね。すごいな。歳はあれかな。まあ俺と同じとは言わんけど、結構言ってんだろうなと思ったら、30なんだよな。びっくりしちゃったよ、お前。なんであんなお前、なあ、威風堂々と押し上がってさ、あんな落ち着いた風格のある30歳っていないだろう。なあ、まあ空手型は、まあ喜友名が男子金、女子は清水喜友が銀になってしまったんだけど、俺はね、まあ俺たち素人だからな、見た目から言ったらな、さ、スペインの選手、立派でしたけど、清水の方が、気合が入っていたような。あと野球はさ、
アメリカに勝ったって言うけど、メジャーリーガーが、今シーズン中で、出てきてませんから。だから出てきてるのは、日本で、やってる、まあ、アメリカ選手、とか、メジャーじゃなく、なあ、AAA とか、2A の、連中ですから、まあ、それ、勝ったことに対してはすごく嬉しいよ。俺だって、やったなーって思いあるよ。うん、けど、メジャーいないんだよなーっていうのがあるもんな。あとは、バスケット女子。よく高さのあるフランスに勝って、まあ、決勝へ行ったなーと、思いますよ。まあ、アメリカとは、ねえ、まあ、差が出てしまいましたけど、それでもやっぱり、まあ、銀メダルは素晴らしいんじゃないですか。うちのマネージャーの井上、彼の女房が、まあ、メリーって呼んでますけど、まあ、彼女は、モスクワのオリンピック、バスケット代表だったんですよ。けど、モスクワへは、西側諸国が参加しませんでしたから、残念ながら、メリーはバスケットでオリンピックへ出れなかった。あれが出てればね、うちのマネージャーとは一緒にならなかったと思うんですよ。まあ、そういうあれだよな。人生のいろんな岐路、が待ってるオリンピックだったなと思います。マセマチャのオンザレディオ、緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産のこの大地で農薬を一切使わず有機栽培、毎日飲むものだから安心も美味しさも妥協しない、アサヒ緑健の緑光青汁です。元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、このね、アサヒ緑健の緑光青汁は CM のお話をいただく前から好きで飲んでいてびっくりしましたね。お抹茶風味でスーッと飲みやすいですし、こう野菜不足を感じていて、青汁を 4,5 種類ぐらい試したんですけれども、その中でもやっぱり緑光青汁が一番私に合っていて本当に美味しい。美味しい青汁のアサヒ緑健です。しっかりとした粒立ちと豊かな風味、シンプルだからこそ素材製法に正直でありたい。北海道で水揚げされた国産の卵だけを使い、手返しと呼ばれる昔ながらの製法で丁寧に塩漬けしたたらこを特製ダレで熟成させること168時間、ハリ、粒立ち、旨味、博多からし明太子広翔、ご注文はウェブで。松山キャラのオンダレディオ。しかし男子バスケットも八村と渡辺が、まあ、NBA プレイヤーとして頑張ってますから、まあ、ぜひとも、これからもね、NBA を目指して、まあ、日本人選手、頑張って、やってもらいたいなと思いますね。やっぱり世界でトップの連中が集まってるとこで、なあ、試合をやったり練習をすると、やっぱり自分の能力も上がっていくんだろう。バスケット男子は、まあ、それこそ、アメリカとフランスか？まあ、フランスにガソール。あれ NBA でスーパースターだったやつですからね。やっぱり2メーター10何歩とかよ。ちょっとこれ、まあ、バスケットには本当に有利っちゃ、有利だもんな。まあそんな中、野球は
まあ、見るのは、大好きですからね。オリックスの選手が、なあ、今年調子いいからな、オリックスは。山本由伸。ああ、いいピッチャーだと思いますよ。今、そうね、日本人で先発任せられるったら、由伸か、まあ、まあ千賀が、まあちょっと戻っては来てますけどね。この二人は、本当にお前、もう稲葉監督いい加減してくださいって話なんだけど、あれキャッチャーの甲斐もそうなんだけど、明らかにストレートで、どん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 打ち取れるなバッターなのに、フォークを投げさせたり、スライダー投げさせたり、で、フォアボールになったり、もうやめてくださいって。まあ、どう考えてもね、まあ今回使われてる公式球、あれをホームランにできるのは、なかなかいないですから。多少甘いとこ入っても、日本人のピッチャーの球威なら、持ってかれませんから、そう簡単には。なぜあんな、だから、まあ日本の野球はね、スモールベースボールとか言われるんだけど、もう時代は変わったんだから、もうメジャーでやっても、全然引けを取らないピッチャーがいっぱいいるし、あとバッターにしても、まあ村上だな。それはお前、宿敵ヤクルトですから、なあ、好きか嫌いかってそれは嫌いですよ。けどやっぱり認めたと言えないもんな。そうやって考えたらね、まあ今回の連中で、本当のメジャーの連中と戦わせてみたいな、そんな日が来るといいな。それも親善試合じゃなくてよ。なあ、何かをかけた。ねえ。ぜひとも、そんな試合を、見てみたいと、思ってます。それでは、本日、2曲目。なんといっても8月8日、私が、45年前、デビューコンサートをした日ですから。その日も歌った、松江町ある、風車。私の心はあなたの腕の中、あなたの心は気ままな風ね、あなたの言葉に心乱れて戸惑う私は風車。My
にさよなら言われたのなら、生きては行けない、私だから、いつでもあなたに嫌われぬよう、すべてを捧げた私だから、食事の栄養バランスを補うには、どんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究し、たどり着いたのが朝日緑軒オリジナル大麦若葉麦王。長い生育期間をかけて大地にしっかりと根を張る力強さ、太陽の光をたっぷり浴びた濃く鮮やかなグリーン、その若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦王が緑子青汁の底力です。どこにも真似できない青汁を、これからも緑子青汁の朝日緑軒です。テニスの杉山愛さん、まあ、私は水お湯、まあ、いろいろ、まあ、暑い時寒い時に合わせてホットで飲んだりアイスで飲んだりもしますけれども、豆乳に混ぜてもヨーグルトの中にかけてもすごく食べやすいですね。本当に美味しい、美味しい青汁の朝日緑軒です。松山ちゃんのオンザレディオ。さて、まあこの後パラリンピックがどうやって開かれるか、なあコロナの感染者数がちょっと拡大しすぎてますから、どうなっていくのかはなかなか難しい判断だと思いますが、そんな中我々も秋冬のコンサートスケジュールが決定しました。松山チアル2021年秋冬のコンサート、まずは10月14日江戸川区総合文化センター、初めて行かせていただきます。まあ東京は23区がありますからね、まあいつも国際フォーラム使わせていただいてますが、今回は
江戸川区、なあ、総合文化センター。あとはあれだよな、東京とか。ねえ。そして、まあ、伊豆大島。なあ、八丈島。まあ、三宅島。ぜひとも、そっちでも、やれればいいなとは思いますけどね。今回は、江戸川区総合文化センターからスタートさせていただきます。19日、神奈川県立県民ホール、横浜ですね。21日が静岡市民文化会館。26日、東北へ飛びます。山銀県民ホール、山形県総合文化芸術館ということでね。おー、山銀県民ホール、これ新しくなったのか、ついに。ああ、行きたいわな。マルホンマキアートテラス、これはね、石巻、ああ、石巻市民会館、これも新しいんだ。11月に入って、四国は愛媛県松山市民会館、4日高知県立県民文化ホール、11月9日広島文化学館 HBG ホール、11日神戸国際会館ホール。ねえ、そういえばあれなかったっけ、帯広農業かなんか甲子園で神戸国際大付属と、ま、ん、あ、北海道やんのか、なんか立て続けに負けてるよな北海な。楽しみだよこれね。ね、どんな気持ちでね、神戸国際に私がステージに立てるか。ああ。そして18、19が東京国際フォーラム。2日間。24日、敦賀市民文化センター。敦賀は初めてですね、これ。行かせていただきます。そして、琵琶湖ホール。まあ、滋賀県ですね、琵琶湖ホール。11月30日、福岡サンパレス。12月に入りまして、鹿児島市民文化ホール。そして、7、8と、大阪国際会議場、グランキューブ。そして、15、16が、まあこれ俺の誕生日だな。名古屋センチュリーホール。そして、12月21日、仙台サンプラザホール。そして、毎年のように、クリスマスイブ、クリスマスは、札幌市民ホール、金本ホール、2日間、というスケジュールで回らさせていただきます。どうか、皆さんの努力で、新型コロナウイルス感染症が収まることを願いながら、スケジュールの発表でした。松山千春のオンザレディオ。九州阿蘇、大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で、農薬を一切使わず有機栽培、大自然に育まれた大麦若葉の青汁、朝日緑軒の緑光青汁。お申し込みお問い合わせは0120-003-003。 お電話での受付は朝9時から夜8時まで。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん。やはり健康の源、元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。40代50代60代どの年をね重ねていっても、毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない。飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたい。美味しい、本当に美味しい。美味しい青汁の朝日緑軒です。詳しくは003-003.jp。 こだわりの博多からし明太子、口に運ぶとふわっと広がる豊かな風味、舌の上でほどけるプチプチの粒立ち、大切な方への贈り物にもどうぞ。お取り寄せは博多からし明太子ひろしょうで検索ください。松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒とひろしょうの提供でお送りしました。東京オリンピック2020、まあ正式には2021年7月から始まったわけでありますけど、果たしてやってよかったんだろうか。まあいろいろな答えは出てくると思うんだ。1964年、まあ初めてやったオリンピックの時には新幹線を通したり、高速道路を作ったり、目に見えて、あ、これが東京オリンピックの、まあ、レガシー、遺産なんだな、っていうのはわかるんだけど、果たして今回のオリンピック、何が、レガシーとして残るんだろうか。もちろん、選手、一人一人、努力した。これは最大のレガシーなんだけど、無観客で。しかも、まあ、原則としては、選手村でみんな過ごしていただく。正直言って、何のおもてなしもできなかった。これで、2020東京オリンピック、一体何が残ったんだろう。東京都としては赤字が残る。日本も国家としても入ってくる金が入ってこなくなる。大きな赤字を残してしまった。しかしやっぱりそれでもやってよかったんだな。まさに今、閉会式やってる最中だからさ、まだ実感としてわかないもんな。もちろん個々の選手がね、あいつ頑張ったよなとかな、うんぬんあるけどさ、東京オリンピックとしてね、俺は正直、東京オリンピックの反対してたし、それは東京では一回行われてるから、それだったら仙台とか福岡、こういうところでオリンピックやるんだったら大賛成。まあもちろん札幌も含めてだけどな。札幌は冬だけしかできないなんてな、そんなバカな。夏もしっかりできますよみたいなね。もう当然俺は生きてない状況だと思うけどね。いつか札幌でも夏季のオリンピックがね、できるような時代が来ればいいなとは思っていますが、デビューして45年、今年もコンサートへ、先ほど言ったスケジュールのように動いていきます。どうか皆さん、日頃、手洗い、うがい、マスク、人との距離保ちながら、
楽しみにしていてください。ありがとうございました。松山千春、旅立ち。私の瞳が濡れているのは涙なんかじゃないわ、泣いたりしない。この日がいつか来ることなんか、二人が出会った時に知っていたはず。私のことなどもう気にしないで、あなたはあなたの道を歩いてほしい。ナック5主催、三浦雄太郎ライブツアーカバートゥーカバー、昭和平成令和の名曲カバーライブ、10月2日土曜日狭山市市民会館で午後3時開演。詳しくはイズムまたはナック5のホームページまで。ナック5パーフェクトサマーキャンプキャンペーン。ナック5ではベルマンプレゼンツナック5パーフェクトサマーキャンプキャンペーンを実施中。7月から9月末までパーフェクトサマーレポートで使用しているオリジナルデザインの日産キャラバンプレミアム GX ブラックギアを抽選で1名様にプレゼント。応募条件などは NAC5 のホームページで。プロデューサーの TO です。金曜深夜1時40分からはナンバー16、毎回独自の切り口で洋楽を特集しています。8月13日はクールダウンソングを特集します。暑い日とかけて冷や麦と解きます。その心はやっぱこれにかける、 TO です。謎の謎かけでした。ガスはガスは水はウォーターは電力はエネワー電力はエネワー。寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。